みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は私中学校に上がりまして、もうもう部活始めるぞみたいな時期なんですけども、部活迷っておりまして、ちょっと本当に迷っておりまして、ということでね、今回はねそのことを動画で話していきたいんですけど、なんかね、私小学校の頃部活作ろうと思ってたの。なんかアニメとか見すぎて、ほら勧誘からが部活じゃんとか思ってた人なの。けどいざ中学校に行ってみると、もうそういうこと一切なくて作れないみたいな。3年間そのある今ある部活から入って3年間頑張るみたいな感じで、もうですね、ちょっと夢には至らなかったんですけど、だからあるやつ、ある部活ので何に入るか決めるみたいな感じなんですけど、そう候補が何個かあって、そう本当にどれにしようかなみたいな。で候補がテニス部、女子テニス部と、あとバレー、女子バレーと、あとソフトボールとか、あと昨日最近行ってきたんで、まあ、陸上とか運動部系ですね。運動部系がちょっと候補に入ってて、そうなの、まだ迷ってるみたいな。もうね、入部届ねもらったから、いつでも提出できるわけ。まだ迷ってるみたいな。本当に体験行きすぎて逆に迷ってますよ的な感じ。うん、そう。あとでも中の部活、例えばなんだっけ、美術部とか、吹奏楽部とか、そういうとこにも行ったんですよ、一応見学としては。けどやっぱな、なんかさ、ピンってくるものがなくて、やっぱ私運動部だなと思って迷ってるんですよね。もうそこは省けたんで、あとは運動部の中から選ぶみたいな感じです。はい、ということで、だからどこの部活もなんかメリットデメリットみたいなのがあって、まだ正直決めきれてないところがあるんですけど、そうですね、だからその入部届をもらって1週間がみたいな締め切りみたいな、1週間過ぎちゃうともう入れないよみたいな感じなので、そう、マジで本当に決めないとやばいの、この土日に。だからちょっと頑張りたい、頑張って決めようと思います。あー、悩む、悩むな、悩むな、悩みすぎて頭が痛いな。悩む。でも入部届は出すんだから、うん、決断をもうちょっとでしなきゃいけません。ですよね。一体どんな部活に入るんでしょうか、皆さんお楽しみに。お楽しみに。バイバーイ。悩む。